大逆転裁判なるほど龍之介の冒険続きをやっていきます。では、前回このビフ的ね、うずくまる軍曹が食べていた、ビフ的の皿が、被害者のテーブルにあった、それが、被害者が食べていたものとして提出されたんですが、交換したと。うずくまるなんかね、自分が小判を隠したことがバレるのを隠すために、あ、違う、そのやったことを隠すために皿を交換したということで、交換された皿が提出されました。細長さんがね、押収してくれてた、まさにここにありますよね。もうではやっていきたいと思います。こちらがもう一つのビフテキでございます。心ゆくまでご覧ください。もう明らかにあるね、血の跡がはっきり残っている。これで明らかになりました。ここに血痕があるということは、被害者は撃たれた瞬間僕に背を向けていたのです。つまり、なるほどには被害者を撃つことは不可能だったのだ。あ、まさかあの時ワトソン教授の正面から撃つことができたのはたった一人しかいません。もう言うまでもありませんね。ぐー、変身しろ変身しろ、なんかなるだろう、上のアヒルも一緒に。なんかそれは、そう、ゼゼール・ブレッドさん、あなたです。あー、また鳥肌、今ブルブルってきた、ブルブルってきた。このいいね、どういう、どうすんだ、お前はどうすんだ。何急に、どうした、どうした、なんだなんだ、何の演技だそれ、何の演技だ、何の演技だっつってんだこっちは。あ、それ何なんだっつってんだ。あ、日本人が日本人ごときがこの私に信じられない。あ、出た出た出た、羽ばたいた、息取った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 それどこで撃ってんの。あ、産んだって、孵化した、孵化したよ、孵化した孵化した、どういう状どういう状況それね。ね、孵化してる孵化してる、すげえいっぱい孵化してる、おめでとうございます。おめで、なんかめでたい感じになっちゃってるじゃん。なんかめでたい、あ、羽ばたいです。おかしいだろ、これ。どこ行っちゃったんだよ、あいつ。あいつ、どこ行っちゃったんだよ。おい。どこ行ったんだ、あいつは。ピヨピヨじゃないんだよ。かわいいね、ピヨピヨ、かわいいね、じゃないんだよ。戻ってこい。あ、戻ってきたわ。スンとしてるわ。大変失礼いたしました。ほんの少々取り乱したようですわ。鳥だけに？鳥が飛んだだけに？取り乱したって？羽ばたいてったぞ、一瞬どっかに。一瞬どっかに羽ばたいてった件についてはいいの？まあ、いいか。大英帝国のレディーとしてあるまじきこと、お許しくださいませね。でも、こんだけまた冷静になったってことは、まだ何かあんのか？こっから。それでは証人よ、話していただけますかな、本当のことを。これで話してくれるんかな。もう負けを認めてくれたんか、その喜んで。それは本当に負けを認めてちゃんと話してくれるやつのタイプのやつか、どっちだ、まだあんのか。なんかクラレを用いて教授の命を奪ったのは私です。はあ、なんでそんなことしたの。でも、あの日を犯行の日に選んだのはお察しの通り、教授が罰死の治療を受けるそう伺っていたからです。教授が亡くなり、炭酸水を調べられても毒が検出されることはない。この国ではクラーレは存在しないのだから。あの日、私はあれほど長くあのレストランにとどまるつもりはなかったのです。教授が一口あの炭酸水を飲んだのを確認したら、それでおしまい。あとは一人で食事をしたと思わせるため、ビフテキを教授の前に置いて、
すぐに立ち去るつもりだったのです。ところが、そうだね、拳銃は どうしたのそれ。そこに思いがけない人物が現れたのです。俺か、もしかして僕ですか。ええ、もちろんあなたですわ。だからこいつを犯人にしちゃえばいいわっていう寸法に切り替わったのか。大した用もないのにあなたが挨拶に来たせいで。私はあの場から立ち去るタイミングを逃してしまったのです。やがて教授はあのグラスに口をつけて意識を失いました。私はあの方が倒れないよう椅子で体を支えました。もう後戻りはできない。そこであの場でとっさに計画を考え出したのです。銃は誰のもの？でもワトソン教授の死、その罪をこいつに着せる計画か。うん、そうだね、そこに切り替わったってことね。教授はいつも護身用に拳銃を持っていました。この時ってそういうのありだったの？そんな時代あったのかな、日本でも護身用の拳銃。それは利用することを思いついたのです。あの日、私はハンドバッグの中にクラーレの小瓶を入れていました。そして、スカートの下に自分の拳銃を隠し持っていたのです。お、スカートの下。パンツの中ってことか。やっぱりあの時、拳銃は2丁、2丁、どっちだ、あったんですね。Yes。あの時、コーヒーを飲み終えた僕は店を出ようとしました。あなたは教授の拳銃を床に置いておいたのですね。僕が必ず通るところ、その目につきやすい場所に。計画通り、あなたは落ちた拳銃に気がつきました。まあ、そっか、それを拾い上げてしまったのか。そしてそれを床から拾い上げたその瞬間。本当は拳銃で撃つっていうのは入ってなかったのか、計画にはね。あの時あなたは自分の拳銃を撃ったのですね。すでに亡くなっていた教授の遺体に銃弾を撃ち込んだ。店内に銃声が響き渡ってボーイが現れました。私は犯人と思われた被告人の身柄を拘束して厨房の横の倉庫に閉じ込めたのでございます。その隙に私くしは遺体を椅子ごと回転させました。それはもちろん被告人がワトソン教授を撃ったように見せるためですね。だから不自然にこれずっとこっち側だったんだね、やっぱね。なんだこの間は、何なんだ。ごめんなさいって言え。俺にごめんなさいって言え。以上、これが私の犯行そのすべてでございます。どうしたもんかね。裁判長様、何でしょうか。よろしければ後ほどあなたと二人だけでお話できますかしら。なんだ、何の話すんの。ダメです、二人きりはダメです。誘惑しようとしてるでしょ。誘惑してなんかしようとしてるでしょ。え、あ、伺いましょう。いいんだそういうの。え、この時点で判決出されたらもう拘束されるんじゃないの。なんで二人で話すの。何を話すのね。それでは皆様、ご機嫌よろしゅう。お前そっちじゃなくて被告人席に立たなきゃいけなくない？よろしゅうで、え、どうなのこれ。許してくださいませね、なるほど様。え、これ罪に問われないってこと？この国の司法では裁けないってことか。日本人じゃないから。そういうこと？か？日本の司法では裁けず向こうに引き渡すってことか、ただ身柄を。
うわ、そういうこと？最悪。ムカつく。そういうことだよね、多分ね。どうやらこの心理もついに、決心の時を見たようである。だからなるほどが無罪っていう判決はここで出て、この法廷は一回終わるけど、ジェゼル・ブレッドの、裁判というかそういう審理はここでは行えないのか、日本じゃない、日本人じゃないから。で身柄だけ、大英帝国に渡してそっちで判断してもらうってことか。だからここの2人の話し合いでもしかしたら罪にならない可能性あるのか。いかがか、アウチ検事。バカな、このアウチ武士が素人の学生、大学生ごときに敗れるなどと。いや、真実が暴かれただけの話ですから。今後検事として貴公の出世は厳しいと考えるがいいだろう。ぐぬぬぬぬぬ、なるほど龍之介。は、はい。この恨み、アウチ家松代まで忘れはせぬぞ。うん、ずっと確かに、逆転裁判の方でもね、でもお前敗れてたけどね、そっちが、そっちの方でも、松代の方でも。おごれる者は若き者によって足元を救われる。覚えておけ。それが歴史の必然。今の思い、しかと心に刻むがよい。お、かっこいい感じになるか。かっこいい感じになった。危ない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 。ああ、落ち武者。あうち落ち武者となる。危ないってそれ。危ないよ。たとえ百代の年月が流れようとも、貴公の一族、なるほどの敵に、なるほどの敵にの敵するにあたわず。ごめん、かっこいいセリフなのにすっげえ噛んじゃった。本日大審院におけるこの審理は、我が国の法廷史に新しい章の幕開けを告げるものになるであろう。被告人でありながら見事な論証であった。なるほど龍之介よ。あ、ありがとうございます。証拠品と論理によって真実を追求する近代裁判。あの開国から数十年、西洋からサイエンスなる学問が捉え、我が国に科学なる言葉が生まれた。科学は近い将来、新しい捜査、そして新しい法廷を生み出すだろう。法の未来、その扉の先に一体何があるのか、それを探求するのはこれからの若い諸君の責務である。なんかもう終わっちゃう。もうなんかこれでもう全部ゲーム終わりみたいな感じしないでくれる？裁判長。麻生木一馬よ。はい。貴君はこの法廷の終了後、大英帝国へ司法留学の旅に出る。広い世界、最新の文化、存分に吸収してくるがよい。そして課せられた使命を果たすがよい。何その課せられた使命って。それを知らないよ。またなんか内緒にしてるでしょ、麻生木。俺に、なんか。なんか悩んでる？分かっております、裁判長閣下。なんか重要なことを任されてるのか、なんか背負わされてんのか。大丈夫か、葬儀。心配だな。どうした？怖い顔をして。いや、なんでもない。言ってくれよ。お前の悩みだって俺言ってくれよ、半分持つよ。言ってくれって。そしてなるほど龍之介よ。はい。貴君には何だろうか、不思議な可能性を感じる。それがどう開花するか楽しみにしておくとしよう。ありがとうございます。目が泳いでるけどね、ちょっとね。あ、よしよし、来るぞ。よし、来た、判決来た。
それでは被告人なるほど龍之介に最終的な判決を言い渡す。ひゅー、紙吹雪飛ぶか。あ、紙吹雪じゃない、ちょっと、あ、桜の花、あ、桜の花が舞っている、桜の花びらが。よし、無罪だ。本日の審理はこれにて終了。よし、よかった、終わった。同日午後2時46分、大審被告人控室5号室。今こうしてここに立っていることが信じられない。僕は戦い抜いたんだ、あの大審員の法廷を、なるほど、今度こそやったな、おめでとうと言ってやるぜ。それでは僕も言わせてもらうよ、ありがとう麻生木。そうだな、麻生木がいてくれたからここまで強く入れたよ、本当に。ははははは、貴様の弁護なかなか痛快だったぞ。有名食堂の牛鍋、特大盛りだ。あ、忘れるなよ。あ、そうだ、おごるっつってた、そういえばね。本当に、あー、これは、この声は絶対そうだ。本当にお疲れ様でございました。きゃー、かわいい、すさとちゃん。再判決、心よりお祝いを申し上げます。これは、御言葉法務女子、あなたもご苦労だった。いいえ、私は何も。あの、ありがとうございました。この研究資料がなかったらどうなっていたか分かりませんでした。そうだね、ほんとそう。その言葉は父におっしゃってくださいませ。私はただ父の言いつけで有名大学へ行っただけでございます。いやー、違うよ、もうすさとちゃんが来てくれたからだって。もうすべては。お父上、そういえばこの子、そう、御言葉教授の娘さんってことでいいよね、多分ね。審理を中断させてしまい申し訳ございません。被告側弁護人の法務女子、御言葉里と申します。あー、いい表情、かわいいな。やっぱさ、この逆転裁判、大逆転裁判とか、このシリーズ出てくる女子かわいいんだよな。この、まあ、側近になってほしい、俺の。御言葉といえば、やあ、皆さんご苦労様でしたね。来た、御言葉教授だね。やった。なるほど、龍之介くん、本当によくやりましたね。あ、ありがとうございます。いやいや、礼を言うのはこちらです。何しろ、我が友人の命を奪った真犯人の正体を暴いてくれたのですからね。あ、そうか、ワトソン教授とは同じ教授同士だもんね。同じ大学のね。我が友人、やっぱ友達だったんだ。そういえば先ほどもおっしゃっていましたね。ワトソン教授を有名大学に招いたのは御言葉教授だと。ええ、その通りです。御言葉教授は法医学を学ぶため数年間大英帝国に留学されていたのだ。その際にワトソン教授とお知り合いになったのでしょうか。ええ、その通りです。我々はかつてある病院で一緒に仕事をしていたのですよ。ああ、そうなんだ。じゃあもう本当にもう友人というか、もう一緒に働いたんだ。一緒にですか。それは俺も初耳です、教授。もう何年も前の話ですよ。そんなことより、麻生木くん、次はいよいよ君の番ですね。留学ね。大英帝国は現在全世界の頂点に君臨している偉大な国です。科学、医学、工業、文化、そして犯罪学においてもね。しっかり見てくるのですよ、世界の中心で何が起きているのか。はい、しかと見届けてきます。
この麻生義の魂を持って。お前その刀大英帝国に持っていくつもりか？それ大丈夫？絶対それ没収されそうだけどな。かなりの狂気だよ。危険な。もちろん。大丈夫かな。刀こそ日本人の心、そして全てを断つその刃。俺が進むべき道を指し示してくれるのだ。確かにその切れ味は、鬼気？なんていうんだこれ。鬼気迫るものがあったな。危機迫るか。危機迫るものがあったな。ああ、そういえば、あの女はどうなりましたか？ワトソン教授を殺害した真犯人、ジェゼール・ブレッドは。彼女のことですか。まあこっちの方では裁けないから何とも言えないよな多分。実はあまり話したくないのだが。どういうことですか？真犯人は彼女だったのですから、今度は彼女が裁かれるのでは？そうだよね。上海。彼女はこの国を去ります。近いうち上海へ向かうでしょう。上海？逃げるってこと？罪を逃れて？上海？なんで？ジョゼール・ブレッドはこの国で裁かれることは決してありません。まあそれはちょっと想像はついてたけどさ。どうしてですか？領事裁判権の発動です。誰だ？ああ、刑事さん。細長刑事。そういう方があるか。本日は誠に見事な近代法廷戦術でございました。一言お祝いの言葉を。そんなことより領事裁判権というのは？我が国はあの外国人の犯罪を裁くことができないのでございます。裁くことができない？では一体誰が彼女の罪を裁くのですか？大英帝国の領事裁判所。我々の声の届かぬ海の向こうだ。領事裁判所。しかし御言葉教授、どうにも納得がいきません。先に締結された日英和親交換条約で英国の領事裁判権は失効しました。ええ、その通りです。両国にとって高度に政治的な重大事件でない限り、そう簡単に領事裁判権が発動されるはずがない。そこがさっきあれか、裁判長と2人で後でお話いいですかの時にその交渉してたんかな。そうなのか。いくら留学生とはいえ、あの女のため両国の政府が密約を交わすなど。あの女はただの女じゃないんか。なんかあるんか。どう考えても不自然です。ジェゼール・ブレッドはこの国では裁かれない。つまり最初からあの留学生にとって今日の審理は意味がなかったか。何ともないのか。自分の身に決して危険の及ばないお遊戯のようなものだったのです。なんということだ。本件に関して大英帝国の外務省から身柄の引き渡しの要請がありました。留学生の殺人という事態に英国政府も慎重になっているようです。すべてはこれから変えていくのです。私たちの手で。来たるべき20世紀へ向けて、今、すべては激動の中にある。いつの日か、あの者に正義の鉄槌が下される時が必ず来るでしょう。必ず。俺たちが変えてやります。俺たち言うたな、今。では、難しい話はここまで。これより今宵はみんなで祝杯をあげるとしましょうか。いいね、いいね。
御言葉教授。ええ、そうですね。暗い顔をしていても始まらない。無罪を勝ち取ったんだからね。力いっぱい祝うとしましょう。なるほど、龍之介の無罪判決を。刑事さんもありがとう。そういうことでしたら、ぜひ我がラ・クワントスへどうぞ。そこ行くの？ボーイたるこの細長、スペシャルディナーをご用意いたしますので。もうボーイの方が板についちゃってきてんじゃん。ちょっと、あの細長さんは刑事なんですよね。あ、それそれそれ、あ、大丈夫じゃない。いつもの これすげえ、このこれは結局どうなの？異常でしょそれ。まあまあ難しいことは言わず、拭いてほしい先に。それでは参りましょう。教授もご一緒いただきますね。その顔いいね、この顔。ただここ拭いてほしいんだよな、ちょっとな、心配になっちゃうから。もうみんなさ、毎回過ぎて心配のしの字もなくなっちゃったよね。もちろんです。ラ・クワントスでのカツレツは絶品らしいですからね。あ、スサドちゃんも来る？おいでおいで。それではナルホドー様の釈放の手続きに行ってまいりますね。あ、ありがとう。事務的なことをしてくれるのか。はい、ありがとうございます。ごめんね、そんなことやらせちゃって。後でおいで、レストランに。ジゼールさんはこの国で裁かれることはない、うん、ということは永遠に分からずじまいなのか。彼女がなぜワトソン教授を殺害したのか。そうだね、それはあれだもんね、彼女の裁判じゃないとわからないもんね、うん、何があったのかってことはね、うん、麻生儀。なんだ、なるほど。もう一度礼を言うよ。今日は本当に世話になった。あははははは、俺は何もしてないさ。貴様の弁護をしたのは貴様自身だったじゃないか。あ、葬儀、お前はきっと世界最高の弁護士になれると思うよ。そいつはどうだろうな。ん？実は審理の間、俺はずっと思っていたのだ。貴様こそが弁護士になるべき人間ではないのかとな。あ、ちょっとさ、今これさ、思ったけどさ、これ留学まあするんだよね、こっから。麻生儀留学して帰ってきた時さ、弁護士じゃなく検事じゃない？でさ、最終的に戦いそうだな、麻生儀と。違うかな、戦いそうだな。ほんでまた後半でジェゼールが出てきそうじゃない？あの女も女でなんかまた帰ってきそうじゃない？違うかな。何を言っているんだよ。今日俺が貴様を助けたのは本当にほんの最初だけさ。貴様には才能がある、弁護士のな。いやいや、あんな厳しい戦いはもう二度とごめんだよ。僕はただお前を信じて最後まで言う通りにやっただけだ。だからこそだ。どういうことだ？だからこそというのは。なあ、なるほど。弁護士にとって最も重要な武器は何だと思う？それはやはり法律の知識とか？違う。信じる力だ。信じる力？弁護士は依頼人のために戦う。どんな時も彼らを信じて。確かにお前は僕を信じてくれたな。俺はただの人間だ。真実を知る神通力などない。それでも何かを信じて弁護席に立たなければならない。法廷でギリギリまで追い詰められた時、自分の信じるべきものを最後まで信じることができるかどうか、それは決して誰にでもできることではないのだ。依頼人を信じる。貴様は今日、たかが学生風情の俺を最後まで信じ抜いた。何度絶体絶命の危機にさらされても貴様は目をそらさなかった。
決して俺の言うことを疑わず、貴様自身の手で真実をつかんだ。アソーギー、どうした？どうした？悲しい顔して。なるほど、実は貴様に話があるのだ。何？告られちゃう？え、感じ？行く前に？大英帝国に行く前に告ってから行くやつ？このアソーギカズマ、心からの頼みがある。なんだよ、改まって。うん、何？おや、まだここにいたのですか？入ってくんな、まだいい、まあ、いい話してたけど、吹きなさいって言ってんの、これ。吹きなさいって言っての。あ、細長刑事さん。人力車を手配いたしました。いざ参りましょう。ちょっと待ってて、今大事な話してんの。なんで急に空気読めなくなった？ねえ、細長刑事。空気読める感じの人じゃん、多分あなたは。ああ、申し訳ありません。今すぐに行きます。うん、ちょっと待ってて、一旦一旦ちょっと待ってて。なるほど。話はほら、こうなっちゃったじゃん。あとでちゃんと教えてよ、それマジで。今は貴様の無実を、無罪を祝うとしよう。そしてお前の大英帝国への留学をな。離れちゃうのやだな。あ、そうだな。やだな、離れちゃうの寂しいって。行っちまうのマジで寂しいって。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。おお。アソーギ、御言葉教授、法務助手のスサ、なんだっけ、スサコ、なんだっけ。まあこの人はともかく、みんなに助けられたから最後まで戦うことができた。そしてこの時のアソーギの頼みが僕の人生を大きく変えることになるのだが、この時の僕たちには全く分かっていなかった。おー、終わりだーす。でもこれあれだよね、一章が終わったってことだよね。ここから始まるのか。ではちょっとキリがいいんで、じゃあ今回はここまでにして、次回じゃあまた次の2章になるのかな、をやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺も